海と日本プロジェクト、海ぶたから。沖縄の海の幸といえば海ぶどう。グリーンキャビアとも呼ばれ、その名の通りぶどうのような形でプチプチとした食感がたまらない。その生産トップクラスを誇る恩納村にある海ぶどう養殖場にやってきました。こちらの海ぶどうたち、三上さん普段どうやって養殖されてるんですか？まあ、これは海水かけ流し の、 もので、で栄養、光、まあ、いろんな方法はあるんですけどね、はい、日頃からこの光 の、 調整とか毎日その観察することが大事だと思います。ネカルさんは地元の高齢化した漁師たちを助けたいという思いで、1989年に養殖技術の研究をスタート。そうして今では日本トップクラスの生産量を誇るまで海ぶどう産業を成長させました。恩納村で養殖された新鮮な海ぶどうを味わえるお店が万座網にあります。お待ちどうさまでした。この日仕入れたばかりの新鮮な海ぶどうを使った海ぶどう丼。いただきます。おいしい。粒の大きい海ぶどうと磯の香りもしてですね、さらにここに乗ってるとろろとウニも相性抜群でとっても美味しいです。こちらの海ぶどう丼が一番人気なんですか？はい、そうですね、もう来るお客さんはだいたいこれ目当てに、もう外国の方もそうですし、最近はね、特にもう最高のものを、女漁協と組合と協力しながら、もう絶やさないようにこの海ぶどうをね、もう若い人たちにつないでいきたいなと思ってます。海ぶどう養殖を始めて30年余り。これからも沖縄一の海ぶどうを目指す生産努力は続きます。携わっている生産者の方々、でみんな頑張ってはいるんだけど、やはりいい製品をね、いいものを海ぶどうをみんなに送ってあげたいなというのが私の思いですね。海と日本。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。